距離によって当然こう打ち方だって打ち方が変わるのはさヘッドスピードが速くなるか遅いかだけの話なんじゃないのそのためにどういうふうに例えばバックスイングが大きくなるのかさそれとも小さいバックスイングでスピードを上げるのかさでそのイメージクロックじゃないけど、うん、やっぱそういうふうなことをイメージしてる人が結構多いのそれ正しいかな例えばじゃ水平までシャフトありました、うん、ここからいくらでもスイングのスピード変えられるんだ、ね、よ俺 ということは、自分が思うヘッドスピードになりやすいように上げて下ろせばいいんじゃないのとかだからそのどこまで上げるとかなんとかっていう感覚が僕の中にはなくてだその時に気分によってはカンっていきたいのかゆっくりいきたいのかによっても違うしゆっくりっていうのは当然その運動量を与えるためには大きくなるん、ね、カンってやりたい気分の時はヘッドスピード速くなるしだから当然ちっちゃくなるし